マイネルネオスは日本の競争馬。主な勝ち倉は2011年中山グランドジャンプ。馬名は冠名ギリシャ語で新しい。2005年12月10日の中山デビュー。2006年1月23日の中山の3歳、未勝利戦で3戦目で初勝利を挙げたが、その後勝利がなく障害入りする。 障害異初戦の障害未勝利戦は7着、続く、同クラスの2戦目では7番人気ながら1着場と、首差の2着と検討するも勝利を挙げられず、前走の障害未勝利戦から、中2周で2600メートルの長距離戦となる、副島の4歳、以上500万下に出走すると、障害帰りながら、単勝一桁台の5番人気の指示を受け1着となり、 1> 約1年ぶりの勝利を収め、1000万クラスに昇級。これにより再び平地競争での活路を見出した。続いて、前走と、同一コースの奥の細道特別に出走すると、ここでも勝利し3勝目を挙げると、実走に、格上挑戦のメグロ記念を選び出走するも12着と、惨敗。しかし、2走前に勝利を挙げた同クラスかつ同一コースの、 忍山特別に出走し、勝利、4勝目を飾り準オープンに昇級を果たすが、昇級後は10戦して最高でも3着止まりで勝利を上げることができず、2009年2月28日の、阪神の御堂筋ステークスを最後に平地に見切りをつけ、再度障害入りすることとなった。なお、平地競争での4勝のうち3勝は、 福島市場2600メートルの競争で挙げたことになる。2009年4月4日の中山の障害未勝利戦で2度目の障害入り。その後2戦連続で一番人気も2着赤敗となる。11月15日の東京の障害未勝利戦で2度目の障害入りから4戦目で初勝利となる。その後は2度落馬するも障害入りしてから障害オープンで2勝する。 そして2011年7月2日の中山グランドジャンプで逃げるメジロラフィキが最後の直線上の障害でつまずき落馬。直後にいたメルシーエイタイムをマイネルネオスが差し切り、重傷発生覇が JGI のビッグタイトルとなった。安城の柴田大地にとっても初の GI タイトルを獲得し、レース後のインタビューでは涙を流した。5ヶ月休養後、12月3日の イルミネーションジャンプステークスでは、ディアマジェスティの5着に終わった。12月24日の中山大障害では、後方待機からポジションを上げ、2周目3コーナーで、先頭に並んだが、最後の直線で伸びあぐねて4着に敗れた。2012年初戦の春礼ジャンプステークスでは、スタートで立ち遅れ、63キロの国量が響いたのか、見せ場なく10着に終わった。 2012年2月29日をもって、稲葉隆一調教師が定年、旧社が解散となったため3月1日より、田中強し旧社へ、天馬屋となった。旧社には2011年中山大障害勝ちのマジェスティバイオが所属しており、2011年の JGI 優勝馬が同じ旧社に所属することになった。その高屈権炎を発症。 全治9ヶ月以上と診断された。2012年末の中山大障害に復帰するの13着に、敗れた。2013年の東京の春麗ジャンプステークス、阪神スプリングジャンプ、中山グランドジャンプ、イルミネーションジャンプステークスも、制裁を欠いて、それぞれ6着、9着、12着、14着に敗れた。 2014年10月10日付で競争馬登録を抹消、神奈川県横浜市中区の根岸競馬記念公園にて乗馬となり、11月16日に根岸競馬記念公園ポニーセンターでお披露目会が開かれた。マイネルネオス号が競争馬登録抹消。日本中央競馬会。2014年10月10日閲覧。マイネルネオス号お披露目会。 馬の博物館、ポニーセンター。公益財団法人馬自文化財団。2014年12月1日閲覧。ありがとうございます。